今回の、震災では、実は世界中、日本中、世界中の方々がある意味では、被災者ではないですけども、影響があったと思います。あの映像を見るだけ方、世界中の方々が、パニックになったりとか、脳の状態がストレスを感じたり、強いストレスを感じたりとかですね、実は、まだ、少ししか日数が経ってないですけども、皆さんの奥深くに、残ってしまっていると思います。それを、ほぐす意味でも、そういう思い、あと被災者への思いを、込めて、クリスタルゴールを演奏したいと思います。それでは、目を閉じて、体の力を抜いて、楽にして、聞いていってください。
とうございました。ありがとうございました。